吉田さん、たくさんの作業をしようと思うと、やっぱりたくさんの時間が必要になってきますよね。前回の動画でお話しくださったように、久保さんは隠居してるから時間があるんでしょうと、吉田さんは、勤め人してないから時間ありますよねっていうふうに言われたら、確かにそういうところはあります。そういうところあるんですけども、そんな私でもですね、時間のないところから第一歩だったんですよ。麻雀店の勤務としては、毎日16時間、ね、残りの8時間っていうのをじゃあフルに使えるかって言ったら、やっぱり睡眠時間もいりますし、買い物にも行きますし、洗濯もしますしね。当時洗濯って、私ね、洗濯機がなかったんでコインランドリーに出かけて行ったんですよ。時間ないですよ、やっぱり。その時間のない中で、でも何ができるかなって考えた時、私の最初の YouTube 戦略っていうのは、出勤時間を30分とかね、20分とか早く行って、その早く行った時間で店内で撮影するってことをね、会社で撮影するってことを用いていましたね。そういうふうにしていくと、時間がない中でも時間を見つけれるんではないかなと思いますし、そのちょっとの時間ね、本当に1日1動画とか1日1記事しか書けないところを積み上げていって、振り返って100日経つと、あ、100記事できていた、100動画できていたっていうものでしかないのかなと思うんですよ。で、今度ですね、このない時間の中で時間を編み出すようなことが癖になると、結構ね、隙間時間、空き時間があることに気づくんですよ。で、いろんなことをやらなくなります。やらなくなるというよりも、やってもやらなくてもいいことが見つかってくるということとか、あとね、普段の作業にもちょっとスピード感出てきますよね。時間を作って動画1個作ろうかなと思ったら、1日の自分の動く時間とかでね、あと人に出す指示とかもすごくシャープになってきます。だって、自分が指示を出さないこと、もしくは人の指示を あんまりにもね、トロトロやっているがゆえに、自分の余剰時間がなくなっていくって意識ができるんで、なんかね、キビキビするんですよ。で、意見が分かれた時も、もうこれ不毛だなと思ったら、まずあなたの考えでやってみましょうっていうふうになるんですよね。で、こういうふうにしてどん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 物事は進んでいって、時間が結構できていくっていう形になります。それこそね、1日忙しく働いているようでも、1時間とか2時間って取り出せていけるようになるんですよね。そういうところからスタートして、だんだんとこの余剰時間、1日のうちの余剰時間がどん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 広がっていって、今は24時間の余剰時間ってことなんで、稼ぎ方と一緒ですね。最初は本当にね、1000円とか1万円稼ぐのにフォーカスしていくんですけども、だん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 それが、1000円から2000円なり5000円なり1万円なり10万円なりって感じで、稼ぐ金額もどん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 増えていくって感じです。私の速稼塾の一番最初の講義っていうのは、セルフバックを教えて19,800円ですけども、そのうちセルフバック以外のブログとかツイッターとか YouTube とかメルマガっていうのも講義に入れて、全部で198,000円っていうふうになりました。そうすると、同じ1回のセールスで19,800円、同じ1回のセールスで198,000円、どっちに比重を置くのかってことになっていって、収入も増えていって、空いた時間も増えていくってことが連鎖で起きてきたわけですね。だから時間がない、時間がないっていうんだったら、まずはその、時間がない自分の状況をもうちょっと反省してですね、時間がないからできないって言われたら、私たちには時間を入ってあげることできないんですよ。だから時間はあなたが作るということなんですね。どういうふうな時間の作り方があるのかってことを相談していただけるんですよね。こういうふうな時間あるんじゃないですかとか、こういう時にやったらどうですかっていうふうなアドバイスは出るんですけども、時間がない終わりになってしまったら、終わりなんですよ、本当にね。だから自分のライフスタイルは、例えばね、スケジュールを書いて、朝何時に起きて、何時から朝食があって、何時から出勤して、何時から作業してっていうのをずっとスケジュール書いていくんですよね。で、それをもとに、ほら時間がないでしょって言ったら、いや、ここはこういうふうにできるんじゃないですか、ここの作業っていうのは2日に1回じゃいいんじゃないですかっていうふうに組み合わせを変えていって、じゃあここは時間取っていきましょうみたいなこともできますし、時間がないって言ってもね、結構あるんですよ。その本当に時間がない、そんなに忙しいんですか、トランプ大統領より忙しいですかね、安倍総理より忙しいですかね、安倍総理もトランプ大統領も、別にツイッターもやりますしね、 SNS 発信してるわけですよ。忙しい、その忙しいんですかね、だから世界で一番忙しいんだったら、それ何もできないと思いますけども、世界で一番忙しくてもね、やってると思うんでね、その人はね、何かを、だから隙間時間を見つけるスキルがないというふうな解釈なんでしょうね、きっと。ですんで、一緒に空いた時間、余剰時間を見つけていきましょうということになると思います。
必ずね時間はありますし、どうしても時間がないっていうんだったらその生活をすぐ捨てた方がいいですよ。そしたら時間いっぱいできるんで思う存分やればいいんですよ。時間がないから稼げないっていうんだったら時間をボンと作って稼げばいい話なんですよ。時間を作っても稼げないっていう結論なんだったら稼げないんで今のことを続けてくださいってことになると思います。はい、ちょっと皮肉めいたねコメントになりましたけども、いかがだったでしょうか。本当にね、ビジネスっていうのは与えられた状況で最大限の効果を生むことなんですよ。その繰り返しです。で、人生も同じです。自分が男に生まれれば男を使っていくしかないですし、いきなりね、パーフェクトな材料を持って生まれてくる方はいないんですよ。何がしかの不具合とか不満を抱えながら、それも上手に使っていって最大限の効果を目指していくんですよね。それ以外いないと思うんですよ。生まれた国もね選べないですし、自分のね体格とかもある程度生まれた時に決まってきますんでね。そうなったら自分の体格とか自分の性格っていうのを最大化するために後天的な工夫っていうのが必要になると思うんですよね。まあ工夫していきましょうということでございます。それでは失礼します。